せいや。マネしてくれる。ホワイトじゃないかなと思うぐらいのこの出だし。いや、まあ強そうよね。まあ、長ちゃんは、まあ、まあ、クワさんのことをどうせないですね。どうせないですね。やってた音楽とかもね、出るんじゃないかな。音楽始めたのは何歳くらい？中1ですね。中1か。中1か。はい。クワさん中3やん。自分も中1。あ、マジ？中1でもこれぐらいになってこれぐらいになったこれぐらいになったえらいちっちゃいな。最初からあれですか？出てきました。いや、最初はあのギター買ってもらえなかったんで、あの中学校入社早くしたと思って、あークラシックギターを持って禁じられた。なるほどね。高校生バンドとかはあれだよ、なしだよ。そしてあれですね、もう高校卒業してもう東京に出て、高校に出て、高校の学校の勉強をちょっと趣味に入る。すごいですよね。何年ぐらいだったっけ？13年。音楽もガンガンやりながら、バイトもいっぱいやって、バイトもやって、ああ、じゃあもう本当、音楽を買ってくるみたいな。いや、頑張ったね。そうですね。クワさん、本業はちょっとあって、取引先の紹介の方。なるほど。そこら辺に拾ってきたわけとかじゃなくて、じゃなくて。いや、クワさんはね、なんかこう、単純にこう、ギターがうまいとか、っていう感じじゃなくて、タレントコンセプト。音楽バラエティそういうこと、音楽バラエティだから、うん、やっぱちょっとね、バラエティ色は結構ないとダメだなと思って、うん、みんながもうバラエティバラエティしたい、そうそうそう。いや、あの音楽性も高めたいって皆さん言うて、だから BTM もやったし、うん、今エレキギターも手出したりしようし、うん、今音楽性高めたいと思いよったから、うん、あ、ほんと抜群の人だよ。かつ、かつね、ちょっとバラエティもこの人多分こなすやろうなっていうのちょっと垣間見えだけ。これはもう誘わないかなと思ったけ、もうって思いました。あってすぐ、もう思ってすぐ感じましたね。だけどもうその帰り道で俺もう誘ったもん。いやいや。今日ねちょっとね聞いてる。ね、エレキギター持ってきてもらって。そうよね。クワさんの元安ギターとは違ったけ。立派なもん持ってきてる。だから音楽性のところはね、もう高められましたと言っても過言ではない。そうね、そう。だからもう、しっかり音楽をやろうっていう企画もね、うん、もちろんしっかりだし、うん、もっと高められたもんね。そうね。それで、もう振り幅、パッと、
バラエティで、そうですね、ちょっとね、皆さんにちょっと笑ってもらえるような、そうそうそうちょっとしっかりやるという、うん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 、お約束できるんじゃないかなと。ナイス、もちろんです、ナイス、ナイス。あの、桑さんとボット君の印象どうですか？まだまだアマチャンっすね。はぁ、音楽性に対してもこんな感じですか？音楽性は悪くないと思うよ。あー、うまいですか？でも、まあちょっと技術とか、まあ、歌はね、そこそこうまいと思うけど、まあここを、まあ僕がしっかり整えていこうかなと思ってる。はぁ、なるほど。チューニングずれしたりとかね。そこね、ちょっとフラットしてるとか、ね、ってそういうのはちょっとしっかりチェック済みなんで、そこからしっかり軌道修正していこうかなと思ってます。頼もしい。ではじゃあ歌ブルの師匠さんに向けて最後よろしいですか？とりあえずあと100人ぐらいはすぐ上がるから大丈夫。とりあえずチャンネル登録お願いします。まあさ、見せちゃったよ。ちょっと今、響いたな、これ。見せちゃ、なあちゃん、なあちゃん見せちゃってくださいよ、もう。どんだけいけるもんな。びっくりするよ。なあちゃんいけるのかよ、おい。じゃあ、とりあえずさ、俺はまだそんなん弾けるとは思ってねえからね。まあまあまあ、もう聞いてもらったら分かるけど、笑わかけしてみ。エレキのことは、いっちゃ、いっちゃ、どぼろくん友達のもらう、流すけ。なあちゃん、準備は OK かな。よいしょ。いくよ。じゃあ行っちゃうじゃん。よいしょ。マジか。Oh,
さ、もし気づいたらこの一夜さ、よろしくお願いします。よろしくお願いね。